こんにちは、岡部です。僕は普段アクリル絵の具とか油絵の具で作品を描いて画家の活動をしながら絵の描き方とか絵を仕事にする方法などを発信しています。今回はスーパーリアリズムとは何なのか、有名画家と有名作品を紹介します。こういうテーマでお話をしていこうと思います。最近 YouTube を見ているとスーパーリアリズムの画家として活躍しているバカの人たちがなんか絵を描いている様子を動画に撮って公開しているのを結構見かけたりします。これが結構面白いんですよね。写真みたいなこうリアリズムってなんか人によってはいや写真でいいじゃんみたいな、そういう感想を持つ方もいると思います。でもスーパーリアリズムってこう歴史をたどっていくと写真と絵画の関係から生まれた部分もありますし、そうした部分を知ればなんか結構楽しいんじゃないかなと思うんですね。あと単純にこう写真みたいな絵が完成していく様子を動画で見るっていうのも面白いっていう人もいると思います。今回の動画ではそんなスーパーリアリズムの特徴とか、あと有名画家とかを紹介していこうと思います。スーパーリアリズムに興味がある方はぜひ聞いてみてください。もともとスーパーリアリズムっていうのはアメリカで1960年代の後半から70年代にかけて生まれてきました。当時の不安に駆られた世界を非常にこう真実に近い形で絵で表現しようとした活動だったんですね。またこう写真とか映像などの模倣をするっていうプロセスがこう根底にあったりもします。そのためフォトリアリズムっていうふうに呼ばれることもあります。こうした活動はいきなりアメリカで芽生えたんじゃなくて1600年くらいのオランダ絵画とかからも結構影響を受けて誕生しています。トロンプルイユと呼ばれて、これは騙し絵という意味なんですけど、絵画の中のこう出来事を本物のように手で描かれたものではないようにこう見せるような絵のことです。一種のイリュージョンとも言えます。あと17世紀の有名な画家であるフェルメールとかからも影響があると思います。カメラを使って非常に写真的なリアルさを持った絵画を制作した画家です。20世紀のリアリズム画家はこうした部分を参考にしながら映像とか写真などから絵画を制作して、絵画の中から感情的な、心の感情的な部分を排除しようと考えました。現在もスーパーリアリズム、これはハイパーリアリズムみたいに言われたりもするんですけど、そういう画家はたくさんいます。ここではちょっと実際に歴史にこう名前を残しているスーパーリアリズムの画家を紹介してみようかなと思います。でまず1人目がマルコム・モーリーという画家さんです。こっちに年表を貼っておきます。マルコム・モーリーっていうのは画家として50年以上も活躍している人物です。でも一つのこう様式みたいのに固執することはなくて、なんか抽象表現とか、あとコンセプチュアルアートとかポップアートとか、いろいろな活動を行っています。その中でも特にこうアートに対して影響を与えた活動がスーパーリアリズムの様式だったんですね。初期の1950年代にはモーリーは抽象表現の絵を描いていました。でも1960年くらいになるとスーパーリアリズムの様式を開拓していくことになります。その作風は結構大量生産された写真のように現実に忠実なものでした。1970年にはコンセプチュアルアートにこう移行するとかして、多岐にわたる表現を行うアーティストと言えます。次がチャック・クローズっていう作家さんです。こちらが年表になります。チャック・クローズはスーパーリアリズムの画家で、大きなキャンバスいっぱいにこう人の顔を描いているアーティストです。彼は写真をこう碁盤の目のように区切って、それと同じようにキャンバスに転写する手法で描いています。はじめにスーパーリアリズムの手法を取り入れたのは1967年で、それから30ヶ月という時間をかけて8つの巨大な肖像画を制作しました。これは白黒で描かれた絵画だったんですけど、1970年になるとカラーで描くようになります。また指に絵の具をつけて碁盤の目のように描いていくような手法も始めるとかやってて、結構スーパーリアリズムの中でも研究が大好きなアーティストだなみたいな、そういう印象があります。次がリチャード・エステスという作家さんです。こちらが年表になります。リチャード・エステスはイリノイ州生まれのスーパーリアリズムのアーティストです。彼はシカゴ美術大学で絵を学んで、1956年にニューヨークへ移住しました。1967年頃にスーパーリアリズムの手法を用いてカラー写真からニューヨークの街並みを描き写していきました。かといってエステスの場合だと完全に写真から全てを複製するみたいな感じじゃなくて、結構細部は自分で変更したりとか、そういうことがあったようです。あと写真も1枚のみを使うんじゃなくて、
複数枚を合成したりして自分の理想の街並みを描くみたいな、そういう描き方もしていました。彼が絵の中で最も力を入れたのは水たまりとか窓ガラスとか光が反射するものですね。それが特徴の一つとも言えます。はい、で今回の動画ではスーパーリアリズムについて、有名な画家について紹介してきました。写真のように描かれた絵っていうのは出来上がるまでの労力も含めて結構なんか見応えがあるなっていう印象です。はい、というわけで今回は以上になります。僕は普段アクリル絵の具とか油絵の具で絵を描いて作品を作っています。高校生の頃からもずっと10年以上絵を描いているような感じです。最近はほとんど毎日メール講座とかも配信していて、質問とか相談も受け付けています。YouTube ではお話していない内容とか公開してない動画もネイル講座の方で配信しているので、概要欄からぜひご登録していただけると嬉しいです。あとこの YouTube のチャンネルでは基本的に絵を上達させるための知識とか情報、あとは絵を仕事にしていきたい人のための情報、こういったものを発信しています。これからも役に立つ動画を作っていきますので、ぜひ見逃さないようにチャンネル登録、あといいねボタンもよろしくお願いします。あとブログとか SNS でも作品や情報を発信しているので、気になる方は概要欄からアクセスしてみてください。というわけで今回は以上になります。さようなら。